ごちみごち。何？今ね、うん、リビングで見てたの、みこちの配信を、うん、で、それで初めて知ったんだけど、うん、ま、窓に水星貼ってあるんだね。え？知らなかったの？そうなんだよね。え、知らなかったの？そうだよ、ほら。知ったよね。え、知らなかったの？今まで一回も知らなかったの？知らなかったの？え、マジ、お前全体図見せてあげたいわ、これ。ガチで知らなくて、だからさ、フレアと見てて、フレアに、うん、え、見て、窓にスイちゃんのやつ貼ってあるよとか言ってさ、そうなんでしょ？1年前からぐらいからだけど、みたいな。これなんか部屋を見てた時からずっと貼ってあったよ。実はここにあの水星があって、あの後ろのこのさ、これ、このカーディガンかかってて、これロボチのメガネがかかってて、あ、はいはいはい、そうそう、で、ここにソラちゃんの髪飾りもあって、あの、アズアズのこのリボンもついてる。ちゃんとね、ゼロ規制の要素あるんだよ。知らなかった。なんで、絶対ゼロ規制も気づいてないで。気づいてないで、絶対。ねえ、うん。いや、そうなんだよ。意外とあるんですよ。いっぱい入る、あるんですよ、ホロメン要素が。意外と気づかなかった。あ、なるほど。そう。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、聞いてくださいね。